忘れさせてよ。おはようございます。ハロー YouTube。 いや、あれ蝶ネクタイがない。大山くんのもう本当化身みたいなもん。蝶ネクタイ。でも大山さんちょいちょいなくしますよ。30cm オーバーですかね、今日の蝶ネクタイ。これね、今の時期脂になっちゃうんで、すごい。いやいや、野生じゃないです。いつも本当に見つかってよかった。見つかってよかった。マリーシンジ結局どこにあった。結局ロビンに落ちてた。本当にね。じゃあちょっと、プラスまで頑張りましょう。買っちゃったよ、もう暑すぎて。今日50人オーバー。え、上ですか。おお、すごいすごいすごい。何が起きた。いや、じわじわね、増えて、嬉しいなって来たんですよ。はいはい。もうちょいで満席ですよ。来てますね。来てますね。明日で終わりだから、もしかしたら明日また満席が。はいはいはい。ね、もうね、今でもコロナの状況で、どうしようかなって悩んでて、あ、明日までから、じゃあ行こうみたいな感じ、やっぱり思ったから。テラトルって、そうだ。ね、一旦明日で東京上映が終了になってしまうので、あのぜひ明日も19時何分だっけ。で40分から40分からやってますので、よろしくお願いします。ライブ、これ。いや、ライブじゃないです。今日動画上げる。あ、今日一応はい、もう上げる予定で。襟の裏が襟の裏。え、そんなことやったのかな。チラシ配りって人生に似てると思うんですよね。受け取ってもらわれへん時もあれば、受け取ってもらえる時もある。でもチラシ配りの、ね、一番大事なんて何か分かりますか。チラシです。自分たちで作ったようなチラシです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これ収録とかあるから、しっかり配れる。そのための2人でやってんやろ。なんで遊んでんだよ。遊んでいいんじゃねえよ、こっちだって口なんだよ。何回かでした。話終わってねえよ。なんだよ、俺がサボってたみたいな。いやいや、完全に忘れた。微妙。一番人柄が危ないやつだ。
中に、はい、とあるあのジャニーズさんが、はい、自粛はするけど俺は自粛しねえぞっていうツイートを上げてるあの富山さんを見かけたんですけど彼いつから同じジャニーズになったんですかいつ同じ土俵に立ったんですか、うん、そこだけが疑問なんですよびっくりしたびっくりしたその辺どう思ってんのオタクは。あの個人の意思に任せてますそういうの話がいいけどしかし全員レストラン街の人多分ね、うちの映画見てくださったんですけどただね、修正として早めに来る人たちはスッと帰るもうね、知ってんすよ俺余韻がねそう余韻に浸りたい余韻いいですか本当。はい。24時間取られる方の身にもなってください。全然取ってない。24時間。あと24時間追いかけてない。
撮ってる24時間もあんたのこと追いかけてない追いかけてない、そんな撮ってない、全然撮ってない、処方箋もお渡ししましょうか強めのやつ、チャンネル登録お願いします。うわこれきつい。